まあ今ねもうニュースのページ見てるとね、もう角田角田いけ角田ってね、いけ角田っていうのは謎しか言ってないと思うんですけど、まあまあテストをね、あの、はい、F1 カー乗ったっていうことでいくつかね、はい、記事上がってるけど、まあちょっと その中でね、はい、どうしたんですか、角地と言われた覚えはないって言ってました。うん、まあそれ記事になったらちょっと嬉しいよな、誰が角地って言ってるんですか。チャラチャラしたおっさん、おっさんがいてさーっつって、角地とか言って。なんかもうあのお前のこと面倒見てきてきたぐらい言ってたぞ。ありがち。ありがち。日本のレース界に言いがち。あいつは俺が育てた。そう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 。あいつはねーって。本人来たら、こっちはって。こっち。まあまあ、それで、まあまあ、いくつかね、出てる中で、うん、まあ、トップニューさんが。お、うん、合法的ゲート。まあそうですね。コピーしてるところから買ってるだけですからね。そう、お金コピーしてることに変わりないだろう。変わりないんだけど、合法ですよね。まあね、それがヤフーに出るといかがなものかと思うんですけど。で、まあ、その記事で、その、何、その、まあ、ツノッチがね、おレッドブル首脳から F1 に焦点を合わせろと言われた。おちょっと見出しがあったんで、ちょっと気になって見てみたら、ゲートさんにもレッドブル主導から F1 に集中しろと言われたって言ってますね。そんなこと言ってたかなと思って。まあ、これだから、うん、あのセッション終わった後の囲み の、うん、あの記事ですね。囲みのコメントを使った記事ですね。あ、その囲みは何、ワールドワイドでやったってこと。一応ワールドワイドですね。あのズームっていうかマイクロソフトティームスってやつでやったんですよ。アルファタオリから、うん、あのその日のこっちの時間でいうとところの夕方ぐらいになって、うん、あの囲みやるよみたいな、参加したかったら連絡しなみたいな感じで、へ、向こう時間の6時でしたからね。それはだからアルファタオリの囲みってことね。そうです、本田さん関係なくアルファタオリ仕切りで、はい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 。まあまあそれでね、そのなんだろうと思ってこうちょっとニュースを読んでたら、うん、ユーロフォーミュラオープンにちょっと出てくるねみたいな、うん、まあ、まあ話があったことに対して、うん、おいおい角地、お前今自分が何やらなきゃいけないか分かってるかお前と、うん、っていうふうにちょっと、まあ、叱られたというか、F1に集中しなさいと。そんな大きな話になってるんですか。みたいなことがちょっと書いてあったんだけど、そんな大きな話になってる。カーリンが それに出てみないかと言ってくれたんですが、ヘルムートに尋ねたところ、彼はいや F1 に集中しなさいと言ったんです。ちょっと久しぶりだったんでちょっと弱かったです。ちょっと弱かったね。F1 に集中するんじゃーとまあ言われたと。うん、まあまあというような、はい、ああ記事が出てたんだけど、これ本当に彼はそんなこと言ってたの？言ってましたけど。そういうその、あの、うん、ドクターマルコのコメントとして、うん、F1 に集中しろって、うん、そう見出しになると、うん、もう F2 とかは関係ないからお前もう F1 ドライバーだみたいな多分ニュアンスで見出しになっちゃってるでしょ。そうだね、うん、その見出しだけ見た人はもう角田君確定なんだ思ったよ、思ったよ、ね、思っちゃう。でも本文読んだら違うじゃんっていう、うん、そうだから、あ、坊ちゃんと答え方読んじゃった。 F1 に集中しろじゃなくて、ユーロフォーミュラオープンはいらないよっていう意味で言ってるだけなんだから。それも F1 のじゃなくて、まあ、テストに F1 のテストで300キロ走ることに集中しろって言ってるだけなんで、そう当たり前じゃないですか、何日か後かにテストあるわけだから、まあ、でもカーリンもカーリンだよね。だってもう F2 でチャンピオンを争ってるドライバーにユーロフォーミュラオープン出てって、まあ空いてたんでしょうね。まあ、ユーロフォーミュラオープンもまあお寒い状況でしょうから今、まあだいぶ寒いみたいだね。でまあね、実力があるのはもう分かってるから、角田君が走ってくれれば、まあまあチームの株が上がるからね、うん、セットアップもちゃんとできるしっていうのはあるでしょうけど、まあだからこれそもそもその囲みの中で、はい、ドクターマルコから何か今回のテストに対してアドバイスありましたかって聞かれて、はいはいはい、でいや、まあ、あの僕はユーロフォーミュラオープンカーリーから出るかって言われたんで、うん、どうしたらいいですかってマルコさんに聞いたら、今は F1 のテストで300キロ走ることにの方を優先しろって言われましたっていう意味で言ってましたよ。ああ、だからそれがここまで膨らむんだ、まあ、すごいよね。多分それを聞いてない人が書いてるからそうなるんだと思うんですよ。聞いてる人だったらさすがにこのコメントをここだけ引き抜いても、翻訳するだけだからね、うん、この部分だけ使ってよしこういう見出しにしてやるグエーっていうその悪意持った人がいるかもしれないけど、うん、まあ普通にあれ聞いてたらそういうふうには書かないでしょうね。だからそのコメントだけもらって、うん、
まあ、字の文と見出しつけて出してるわけじゃないですか、はい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 、そういう風に作文しちゃうだろうなとは思います。なるほど、まあ、それでいうとだからゲートさんなんかそのメディアからの質問にを受けてこう答えたってあの書いてましたけど、うん、あのそもそもこれ囲み参加しませんかって来た割には時間ないからって言って、うん、あの向こうで勝手に角田君に聞いて、うん、はい時間ないんで以上さよならって言って決めた。おいおい待って、誰からも質問受け付けへんのかいっていうので終わっちゃってますから。へえ、そんなだったら最初から音声くれよっていう、うん、そんな秒単位で忙しいわけ。まあまあ、 あのセッション終わった後に、うん、まあ、チームと の、 そのデータの話のミーティングとかもあるし、おそらくそのまま帰るっていう予定もあったんでしょうけど、うん、もともとのにしてもさって、うん、こっち午前2時に待ってたんだけどみたいな。あ、まあ、だから聞いてるだけだったら音声でもらえば十分だけどみたいな。まあ、だから12時間先の人のことは考えてないってことだよね。考えてね。12時間じゃない、8時間ですけど。まあでもイギリス人だって夜5時6時まで待ってたわけだから、ちょっとおいおいって感じでしたけどね。誰かなんか最後ちょっと一問だけいいって言ったのにバシャーって切られた。かわいそうだろうって。僕らはまた別であの時間もらってるから、まあ今日はいいかなって、英語で聞きたい人がいれば英語の人アルファ3式でそうですね、優先でいいかと思ってやってたんですけど、だからコメントの部分だけ見てそういう風に切り取られたのかなと。まあだからまあこのやっぱりそのチコ出てくる写真を全部このグッズ着てるみたいな感じだよね。レーシングドライバーなりきり、お父さんに買ってもらったのか。実際そういう風に見られてないの？外人から。あ、だからパッと見は全然見られてるでしょう。だからホンダの、ね、そのリレーションシップ、お金と関係性があるから乗れると思ってるでしょうけど、あの本人と喋ったら多分みんな、あ、こいつやべえって思いますよ。全然だってもうあの普通に F1 レギュラードライバーとため張って勝つって思ってますから、今回だと。まあ、別にあの普通にガスリーとかのデータと比べても、まあまあ、ぶっちゃけ勝ってたんでって言ってたんで、なるほど、ね、もう全然負ける気してないし、次の FP1 ではもう普通にレギュラードライバーを上回る走りするつもりでからいるから、まあちょっとこの、まあ、見出しにね、まあ、100人以上の方が踊らされてコメントつけてますまあ彼、まあ、僕らからするとね、 F1 乗ったって、うわすげえって、もうすげえステップ踏んだって思ってるけど、いや思ってるよもう、彼の中では、うん、いや、うん、なんと思ってないっすって言ってましたから普通にあの翌日も普通のレースの次の月曜日と同じ気分だったし、なんでみんなこんなに緊張したとか言う、うん、思うんですかねって言ってましたよ。本人の中で全然そんなでかいことだと思ってないから。ああ、うん、だからやっぱりその、まあ、彼としては自分のやるべきことを当たり前のように積み上げてきただけですよっていう、うん、ただほら周りのおっさんたちはね、 F1 といえばもうね、もう夢の場所だからね、まあ、そこに行きたい、すごいすごいだろお前、か感動してるだろ、みんなに感謝してるだろっていう、なんかそう、うん、だから大人たちが多分勝手にそういう、うん、そうでそれに対して彼は自分がやるべきことを発言するだけなんだけど、現実生きてるから、うん、彼は。そのジェネレーションギャップから、うん、なんだあいつと思っちゃう人もまたいるってことだよね。まあ、でも彼は本当にその結果も伴ってるから、うん、そういう風にならない、まあ、マジでこいつすげえなってなると思います。ここは大丈夫だと思いますよ。まあ本当に、うん、今ね、あのおっしゃる通り、その結果が伴ってるからもうワクワクしちゃってね、うん、なんかもう本当もうボンちゃん申し訳ないけど、もうボンちゃんと勝ってもらってもいいよっていう風に思ってる人もね、うんまあ、それと同時に、ね、うん、自分がやるべきことは F2 だっていうのも彼はっきり分かってるから、まあ、今年 F2 をやることが自分のメインっていうシーズンなんでっていうはっきり、まあ、だから F1 乗ることはまあ正直おまけぐらいにしか思ってないですよ彼は。とにかく F2 ちゃんと戦ってランキング4位以内に入ってライセンス取るっていうのがもう彼の中でもうほぼ全てで、まあ、そのおまけとして今 F1テストやって、まあ、テストやることが、ね、目的じゃないですから。まあまあ確かにね。で今回のテスト何のためかっていうと FP1 出るためだけど、 FP1 出ることも別に彼の中で目標でも何でもないから、うん、スーパーライセンス取ることが目標だから、うん、まずは、まずはね、今年の目標は、はいはいはい、でその取るための一つのプラスアルファとして FP1 出る、うん、1ポイント必要だったらね、うん、出といた方がいいわけだから、まあ、出るっていうこともある。そのための今回の300キロ走行だから、はいはいはい、もちろん初めての F1 っていう意味で感動はあったと思うけど、でもこれに乗ること自体は別に最終目的であるスーパーライセンス取るってこととはあまり直結しないんで、そういうことね、自分がランキング要因に入っちゃえば別に FP1 出る必要なく出られちゃうから、はい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 、
だから下手したらバーレーンでポンポンって勝ったら、うん、まあ FP1 やめますかってなるかもしれないですよね。そうそう、別に出る必要なくなっちゃうから、うん、でもそれよりアブダビでテストでじっくり走った方がいいでしょう、ね、あ、そう、じゃあ FP1 で、まあそうか、まあ、まあレースの、まあ、週末のプログラムの中で、まあ、走って、だワンチャンだから、うん、あのバーレーン2連戦終わって普通シーズンがランキング5位で終わっちゃったら、うん、アブダビで FP1 走ってプラス1点して、うん、で40点になってライセンス取れますになるから、うん、だからあのランキング5位で終わっちゃった場合はアブダビで FP1 走るってこともあるかもしれないけど、例えばそのバーレーンの1レース目2レース目でポンポンといい成績が出て、うん、もう確定しました、4位以内の確定しましたと、うん、で翌週の連戦のバーレーンで首輪とかお腹痛くなるってことはある、まあ、バーレーン 1戦目では多分ランキング4位以上確定はしないと思うんで、まあ他の周りの人たちが全員リタイアでもしない限りは、ね、うん、あ、そういうことね、うん、相当難しいと思うんで、うん、最終戦までしっかり叩くのは戦うと思います。あ、じゃあ、あの安心だね、うん、私それで最終戦慌ててデビューする必要もないし、ね、カムイ選手の時はデビューして実力を証明しなきゃっていうのがあったから、ね、対するのはもう確定してました、ね、うん、はいはいはい、そうかそうか、そのうちの、まあ、来年もホンダが残るし、レッドブルジュニアだしね、まあまあちょっとね、期待感が大きいんでね、まあまあこれからも、まあ、トップニュースをはじめね、見出しがね、見出しが踊ると思うんで、こう皆さんくれぐれも、くれぐれも、釣られないようにね、気をつけていただいて、最近ちょっとゲートさんだけじゃなくて、ね、トップさんも結構来てますからね、見出しが。そう、だから結局、このスノッチが出てくるようになって、急に元気づいたよね。やたらとヤフーも引っかかって出てくるよね。まあ、だけどまあ一応合法だってこと。まあグレーですか。まあ合法だからヤフーにちゃんと登録されてる。ヤフーは正直そんな合法かグレーかなんて見てないと思いますよ。ああ、そうなんだ。うん、正直ちょっと、うん、質としては低いですよね、ヤフーニュースはね。まあ、それが300キロが終わったんで、FP1 に出る権利と、はい、彼はあくまでもスーパーライセンス取るためにステップを踏んでるんで、まあまあいろんな記事に一喜一憂しないようにと、彼自身は何とも思ってません、ね、はい、というニュースでございました。はい。